皆様こんばんは、カズチューブです。ちょっと遅くなりました、すいませんでした。帰ってまいりました。今回もご視聴本当にありがとうございます。4月の22日の月曜日でございます。今日はオリックスさんの野球の試合のない心穏やかな月曜日でございますが、いやいや、西野選手の登録抹消というね、ニュースが伝わってまいりまして、昨日のゲームの中で走塁中に足を痛めたということで、まあ、結局登録抹消ということになりましたね。当たっているバッター、まあ、なかなかこう打線が苦しい中で、彼がね、時にはチャンスメイク、時にはつなぎ役、あるいは時にはポイントゲッターとして、本当に頑張っていてくれた、西野選手だけにこの離脱は非常に痛い、まあ、違いなく痛いんですけども、そうなってくると、代わりに、まあ、内野手であろう誰を挙げてくるのかということ、まあ、ファームの方では義母選手がもうね戦列に復帰してゲームに出てますし、まあいきなりはないと思うんだけども、今ね1年目の横山君がファームで打ってるのよ。毎試合ヒットも出てるし長打も出てますしね、本当に打率3割超えてますからね。まあ、ファームといえども去年まで高校生だった横山君が、いい活躍してるんでね、さあ誰を挙げてくるのかなというね、感じではありますけれどもね、まあ、内野は漏れるんだったら、まあ、大里君もいるし源君もいるし、まあ、義母ちゃんもいて、どうなるんだろうねというところでは、ありますけれども、まあ、その辺の補充が明日あるのかどうかというところもねまた注目ではありますけれども、まあ、いずれにしましても西野選手のこの離脱はちょっとね、まあ、5割に復帰してさあこれからという時にねちょっとマイナスの要素があるニュース、ということになりますけれども、まあ、でもそこで、誰かがいなくなれば誰かがカバーするというのが、まあ、オリックスの野球でもありますから、なんとかまた全員でねそこをカバーしていくということになってくると思いますので、また期待しましょう。で、明日からはいよいよ、西武さんを迎えての京セラでの3連戦ですね、ナイトゲーム。明日の先発は、バファローズがオリックスさんが田島君、田島投手、田地、一方の、ライオンズさんは平投手ということになりまして、本当にこのライオンズ戦に田島君が投げるって珍しいんだよ。実は2023年昨シーズンは対西武の登板がありませんでした。おととし2022年のシーズンも実は対ライオンズ登板がありませんでした。遡ること3年前、2021年に1試合だけ対西武、登板があります。2021年の4月の20日のゲーム、だから3年ぶりの明日はライオン戦の登板ということになるわけですね。まあ、その時は4回を投げて自責点3だったかな、そこでマウンド降りてますけれども、さて明日はどうでしょうか。まあ、本当にライオンズとの対戦の中では田島君全然投げてなかったんで、3年ぶり2021年4月20日以来の対ライオンズの登板ということになるんで、まあ、相手からしてもこう田島投手のイメージって結構薄いと思うんですよね。そこをまあどううまく逆に生かしてねいくのか、まあ、もちろんその相性の問題もあるんでしょうけれども、そこは期待したいって、まあ、前回が本来のピッチング対峙できなかったので、なんとかそのリベンジ、という思いもあると思いますんでね、自分の中で自分の納得のいくピッチングを明日はしてほしいなと思いますね。久しぶりのライオン戦の登板です。まあ、一方相手は4番予定通りの平君なんで、まあ、前回もオリックス戦投げてるんだけどもね、まあ、あの時はオリックスも結構攻めたんだけど、あの時はねオリックスがちょうどもう打線が底の時だったんでね、非常に辛かったんだけども、さあ明日はちょっとまた違った戦いができるんじゃないかと思います。まあ、西野君が抜けてどんなオーダーをまた中嶋監督が組んでくるのかというところもね、注目ではありますけれどもね。さて、この前の1週間というのはビジターゲームが続く中で、仙台福岡というゲームの中で3勝2敗1分け、1つ貯金を作って帰ってくることができた、つまり勝率を5割にしてホームに帰ってくることができました。で、今週ですよ、まず明日から3連戦3つセーブやって、1日空いて、今度は祝日の関係で同日月の3連戦なんだけど、そこに今好調のファイターズ、ですね、これはエスコンでのゲームになりますから、北広島でのゲームになります。だからまた移動もあるんだけども、まあ、今度は移動日があるんで移動ゲームではないんで、まだね、幾分かはマシなんだろうけども、
というわけで、この1週間のこの6試合も非常にまあ重要な試合ですね。5割に戻した後の、新たな1週間ということになりますので、ここでチームがどんな形で戦っていくのか、まあ僕の中では、まあ、そう簡単には勝てないと思うんで、まずはね、この5割をしっかりキープしてほしい、この5割を割ってほしくない、もちろん勝ち越していってほしいんですけれども、まあ、いろんなこの要素が絡み合う中で、来週の、次の週の、次のカードのファイターズ戦は、まあ、おそらくまたファイターズも普通にいけば伊藤大海、北山、加藤というね、この前、ロッテをサンタでした3人で来るわけですよ。それを考えるとなかなかね、難敵であることは間違いないし、まあ、逆にオリックスも、いいピッチャーそこで突き込めるわけですから、そこをどうするのかということではありますけれどもね。ただ、本当に気の抜けない戦い相手が続くということなんで、まずは今5割に戻したんで、この1週間で、5割に戻した次の週で5割を割らないということが僕はすごく大切だと思います。個人的な意見です。だからまあここは、まあ、とにかく最低でも5割キープで帰ってきてほしい。つまりこの1週間は3勝3敗、うまくいけばどっかで勝ち越してほしい、負け越しだけは避けたいという今シーズンこの1週間ということになりますけどもね。さあどんな感じになりますか。本当にここまで見てきましてもパーリーグ団子です。ホークスが走ってるよりも見えますが、でも意外にゲーム差は空いてませんし、でファイターズが調子がいいというような状況の中でオリックス5割に今つけてますからね。鼻がムズムズしてきた、すいません。まあそんな感じで重要な1週間であることは間違いないんで、この1週間、注目してみたい、見ていきたいと思います。まずはその最初のゲームで、ここのところずっと先週も3勝2敗1分けと勝ち越したんだけれども、3連戦の頭いずれも火曜金曜落としてますんで、明日のゲームなんとかその、3連戦の頭を取って少しこうね優位な形でその後を戦っていけたらなと思いますんでね、明日はまずは3年ぶりの対西武登板の田島くんのピッチングに注目ということになります。で打線も早めの援護、そして西野くんの登録抹消に伴って、まあ、そこをみんなでカバーしていこうという、まあ、そんな1週間でもあります。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。皆さんも明日からまた応援よろしくお願いします。大前は、この1週間で言いますとオリックスさんで言うと、この火水木の3連戦の3つ目のゲーム、木曜日の西武戦の実況を担当することになっております。よろしくお願いします。じゃあまた。